よいせ、ふん。はい、どうも、アンバサー。私、北の国の王子、アリオナ、またの名を、なんだっけ、ボーレタリアのオーストラバ。どうも、お久しぶりでございます。いや、お久しぶりでもないのかな。いやー、動画になってる時にはもうこれ、久しぶりでもなんでもないんでしょうけどね。久しぶりに今日、まあ、ビオールと旅に出るということで、ちょっと楽しみでございますね。まずは前回アイテムを拾ったものとかを使ったりしていきましょうか。遺骨とかね、持ってねえのか。あとは何か、あれ、遺骨とか位牌とかなんか拾った気がしたんだけどな。おばあちゃんに渡せるかな。あ、渡せる。あー、これってなんだっけ、何が増えるんだっけな。アイテム購入ができるようになった。多分くくりかなんかが今増えたんじゃないかな。ああ、くくりまだいっぱいあるからいいかな。うむ。あとはエスト瓶は増やせるかな。エスト瓶強化、お、増やせます。 OK OK で、エスト瓶が12本になりましたね。だいぶいい。でだ、一応前回倒したボスのソウルがあるんで、これ何かにしたいっすね。投げナイフ買っとこうかな。投げナイフ使うんでね。投げナイフと黒火炎壺にしようと思います。ナイフをくれ。普通の火炎壺をまず買えるだけ買って、で黒火炎壺を買えるだけ買って。 OK、 さて、それでは本日のステージへと向かいましょうか。イルシールのどっから行けばいいんだ。こっからかな。イルシールの途中だった気がするので、まずはまあ、じゃあこのヨルシカ教会に行こうと思います。闇の極限と宝物の回し蹴り。はい、ということで、イルシールまでやってまいりましたということで、まずはがっつり逃げながら、地下牢を目指しますよと。この下の方になんかこう行くだけで行けたような気がしてるんですけどね。むむ、敵はいないんだっけ。ちょっと待って、怖えな。待て、止まるな。足を止めたらダメだ。足を止めるな。よしよしよし。おお、降ってきた。ほっ。オッケーオッケー。ほっ。はっ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 は。バカめ。よし。多分こっちから行けるでしょ。あ、なんかあるぞ。了解そう。そう。確かあそこの教会の脇の中ところから入っていけた気がする。ここでしょう。緑化そう。さて、ところでここはどんなとこだったっけな。あれ、こっから、いや、ここではまだ多分召喚できないはずだ。とりあえずボシュッと。しかしここではまだ召喚はできないでしょ。てか暗、あれ、どこ行くの。あ、こっちか。チラチラ、おお、いるな。まあ、全スルーで行くけどな。行きましょう。さったか。ふん。
バカめ。よし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 。逃げるが勝ちである。ね、何？侵入されただと？どこだ？灯せないじゃないか。うわーうわーうわー、嘘だろ。ちょっと待って、来るか、来るのか。とりあえず灯せる、灯すことは灯したか。あーマジか。ちょっと待って。侵入ありなのか。あ、よし、呼んだ、ビオル呼んだぞ。あぶねえ。よし来い。早くビオル。まだか。あっ、うん、当たらなければということはない。よし来た、ビオル。お待たせしました。急いでちょっと待って。あつら、やば。かくピオール死ぬぞ。勝て。おう、ふん、よし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 、勝て。うっ、おお、すごい。ナイスである、ナイスである。やべえ、あー、ピオール。嘘だろ。待ってるからだ。くそ。これあれかな、また出るまでちょっと、あ、時間がかかるんだっけか。あぶねえ、どうしよう。でも、いや俺一人じゃ絶対無理だろこんなの。あ、しかし毒投げナイフはまだ使いたくない。ふん、よしよし、これで時間は稼げるか。あー、稼げるの一瞬か。いって、やば、やばい。これは、ちょっと待って、ちょっと待って。お、どうしよう。あー、ビオルのサインが見えた。あー、やば。よし、呼んだ。オッケー、オッケー、来い。よし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 。ほっ。よし。まあ、落ち着いて。落ち着いて、よく来たビオル。よしよしよし、生きてるぞ俺は。よしよし、うん、ほっ、ほっ、ほっ、はん、ほい、ナイスである。よし、せいや、60か。あ、お前もボウガンをさあ、ほっ、いけ、ガー、外してるぞビオル。よし、ほっほっ、ナイスだ。よし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 、せーの、ははは。よしよし、落ち着け、いける。ふん、ほいほい、よーし、これが実力だ。いやー、危なかった。ということで、ビオールよろしく。お願いします。久しぶりだね。久しぶりですね。さ。ここのステージってなんか俺取らなきゃいけないものとかあったかな。ああ、びっくりした。何ですか？久しぶりにマジびっくりした。キャシャーって言ったよ。あ、鍵を取らないといけないらしいですね。鍵を取らないといけないという噂が。そうか。あ、あの玉ねぎ剣士さんのイベント、そういえば進めてたよね。そいつを助けるために鍵がいる。おそらくこの縛りプレイ、玉ねぎ剣士さんが死んだら終わりかもしれないからな。そこで罪かもしれないからな。おっと。あー、やばい、こいなんだこれ、ここなんだ。あああいつか。あやつは確か HP をいきなりキュ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 って減らしてくるやつだな。さあ来い。あの焼きごてがな。勝て。
すごいピースマーク、なんかこう平和な感じ出してるけど、やつ全然だからな。かなり極悪だからな。極悪ですよ。正面に立たなければどうということはない。おおーおーおお。硬いなー。硬い。こんなに硬いんだ。よし行こう。あ、王子、物資の方は大丈夫ですか？うん。まだ大丈夫である。おそらく。さて。ここは確か横からこう、あ、ペコペコ待ってる。どうした？大丈夫です。ラインか。ラインですかね、あれは。さあ、こっ。で、アイテム回収。消えかけのソウルか。いらないな。アイテムを取ったところで私は特に使う場所もないからな。そうですな。あ、危ない。またいますね、彼が。こいつらってさ、睨まれると HP が減るの？いまいちこう HP の減るなんかこう原理がよくわからないんだよね、俺。なんか目の前に立ってると減っていくみたいですね。なるほど。目を合わせちゃいけないんじゃないですか？あ、目を合わせちゃいけないのか。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、こいつだけでもやりたい。よいしょ。おお、後ろに気をつけろ。おお。アイテム取ってこよう。これなんだ。うわー、びっくりした。ーまあ、ふむふむ。よし。あ、来てる。ちょっと待って、来てるぞ。なんか来てるぞ。もう一体あの焼き越しが。後ろ気をつけて、後ろ気をつけてね。おっと、あ、ゲル入った。めっちゃ追ってくる、めっちゃ追ってくる。やばいやばい、めっちゃ HP が。やっぱ落ちた。やばいやばいやばい。ほらほらほら、はい、ほらほらほら。ちょっと待って、これまずいな。これこれだ。ザッ、あ、やば、これまずいな。あ、まだ死ねない、まだ死ねない。ここどこだ。あ、ちょっと、あ、どうしよう。合流、あれ合流だな。どこだ。とりあえず、あ、やべえ。ほ、合流してる、合流。よし、ああ、ナイスである、ナイスである。よし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 。やばいやばいやばい、HP やばい。勝て。アイテムもーらい、よし。ふぅ、よしよしよし。あー、どうした。あれ、なんだ。ん、何かが溜まってるぞ、俺。出血メーターですね。マジか、出血してる。なぜ出血。こいつの攻撃を食らうと。え、これどうしたらいいんだ。なんか虫下しのなんかみたいな。虫下し、なんか薬みたいになかったですか。いって、あ、やばいやばいやばい、いって、出血しとる。いって、やばい、やばいやばい。ちょっと待ってくれ。落ち着こう、まず落ち着こう。大丈夫か。落ち着こう。虫下し、虫下し、虫下し、虫下し。出血を抑える何かが。虫下し？なんだって？え？虫下し？そんなもんないぞ。あ、あ、あ、待て。あ、え、王子どこだ？王子どこ行った？王子どこだ？ない。上か？よし。あ、いた。あ、大丈夫だ。オッケー。あ、消えました。自然治癒した。あ、この赤いやつを食べたらいいです。赤いやつ？赤い。毒消しが。あー、なるほど。この赤いやつ、一時的に炎カット率を上げるってやつ。あ、違います。あ、持ってないのか。むむ、じゃあ王子にあげます。あ、じゃあもらっとこうか。私は、あ、ありがとうありがとう。どうとでもなるので。あ、これか。それです。出血の蓄積を減らす、これか。それです、それです。あ、やばい、下が大変なことになってる。うん、行かないことにしよう。そうしましょう。特になんかアイテムとかがなければいいんだけど。とりあえずなんか巨人が寝てるとこの奥に行けばいいとかいう噂です。あ、そこまでは特に何もいらないってことでいいかな。そうですね。ここってどっから行くんだっけ。そうですねって言っちゃったけど。危ない。あそこか、ここか。コントミトか、ここだ。よし。あ、どこだ。どこ行った。来てるか、ビオル。あ、オッケーですよ。オッケー。勘を取り戻していかないと。この子はさ、なんで攻撃しないんだろう。なんなんですかね。
この子は何なんだろうな。目があった。まあ、倒さないで置いてあげよう。いい顔してる。どっちだろう。こっちだっけ。下下がるんだよね、確か。おるなぁ。おりますね、ちょっと。おるなぁ。一体かな。一体ずつ行きたいところだ。ここにもいるのか。三体おるなぁ、ここは。そうか。ボーガン持ってんだった。そう。ビオールは特殊武器、ボーガンが使えるからな。お前だけ来い。お前だけ来いっていうか、もう倒しちゃうか。お、あそこに。お、せい。ナイスである。せい。おっと。シュッて、そこもやるんだ。やべ、落ちた。落ち着いて、俺、落ち着いて。よし。はい。大丈夫。ああ、大丈夫じゃない、2人来た。まあ、落ち着いて。ここは落ち着いて。こっちから降りれば、いけないかな。ほっ。いい感じに。一体。よしよし。よしで、これで睨まれるとダメ。危ね。よし。ナイスである。ふん。あんなにくねくね動くんだ、あの子。おっと、せい。せい。よしよし。順調。順調です。でだ。ここのアイテムとかも、まあいいか、やめとこうか。びっくりした。びっくりした。これとんでもなく硬いですね。やめとこう。ここはちなみに開けられるのか。開かない。さ、駆け抜けるか。こっちを向け。よし。おっと、上。ほっ、まずい、忘れてた。すげえ。おお、オッケーオッケー、オッケー。よしよし、順調だ。順調です。お、もうゴールが見えるじゃないか。こっからジャンプしたりとかっていうずるいことはまあ無理だな。本当だ。やめとこう。さて、ここはどうするか。どうしますかね。やっぱりこれで釣った方がいいのかな。倒しては行きたいところだけど。これどうやって一人称視点するんだこれ。両手持ちで。ボーガンでも確か狙えたはず。なんだ。ああ、やっちまった。なんかやってたな。ナイス。カモン。あれ。消極的。ムム。これ影にいますね。そう、あいつが隠れているのだ、一人。違う。なんかバフン。カモン。ナイスだ。カモン。ほっ。ほっ、よし、来た。ほっ。素晴らしい。ナイスである、ナイスである。押して、この影にいるんだよね、一人ね。ナイスである。落ちろ。よし、ナイス。押し、あと一匹だ。死んだかな、落ちたやつ。オッケー。ほっ、どこを狙っている。ドン。ほっ、ドン。よーし、でだ。
あれこれってさ、確か眠らせられるよね。あ、そうですね、でそうですね。誘い骸骨かな。なんでしたっけ、ロイドの語符でしたっけ。ロイドの語符？語符みたいな。そんなものあったっけかな。ロイド、ロイド。持ってなーい。白っけある。持ってる？で、ない。持ってないか。でない。力はするだ。これ何、雷松屋にかなんかでしたよ確か。アイテムだったような。いやないな。ここはどうしたらいいんだっけ。この辺からですね、確か巨人さんとかがいるから。スルッと降りれるとこがあったよね、何箇所か。ここ、あ、ここですかね。ここ下に。そこからでいいのかい。巨人が見えます。よし、行ってみようか。じゃあ、特攻隊行きます。いやー。大丈夫か。あ、起きてないです、起きてないです。よし。寝ているな。これの奥だったような。あ、寝てる寝てる。よし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 。よしよしよし。このまま行ってしまうか。テール巨人を取るぜ。はしごを降りた先にある通路の中。なるほど。はしご？あ、これはしご。あ、ここか。これはしごか。あ、なるほどなるほど。じゃあ、いい感じのルートを。素晴らしい。巨人にも邪魔されずに済んだな。よし。ビオル、ちょっとこれは頼んだ。カマン。む。カマン。カマン。ふむふむ。ふむ。もうちょっと右に。もうちょっと右に。ふむふむ。もうちょっと右に。よし。うむうむうむ。もういないか。よし、ツルハシか。よし。あ、ちょっと待って、ビオル、私はすごいコメントを今生放送の方で見てしまった。なんでしょう。さっきのミミックはエストだっていうのを見てしまったんだが、あそこには戻れるのか。帰れるでしょう。あれエストですか。あれそれはあれミミックなのか。あれミミックじゃない、エストなのか。あれエストか。すげえチャーチアイテムだと思ってましたよ。しまったな、戻りたいな。戻りたいですね。なんとか戻れんか、あそこに。どうしますかね。戦略的殉職をします。これは彼に喧嘩を売るしかないのか。彼に葬ってもらえますか。いや待て待て、これを殴って、確か階段があそこにあるよな。よし、ちょっとチクッとするよ。チクッ。キャー、急いでー。いや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 。うわー、危ねえ。生きてるか。生きてる。はあ、ミリ。でもここからあれ、ここから登れなかったっけ。足がありました。足を。ああ、よかったよかった。来たー。帰ろう帰ろう。帰ろう。ミミックを葬りに行こう。帰れるかな。おお、これ大丈夫か。俺たち。はあ。うん。さて。ちょっとしんがりを。やばいな。いや待てよ。逆に奴ら喧嘩したりはしないか。しないか。ああ、彼らとちょっと釣ってみますか。決心の覚悟で、試しにちょっとやってみますか。あぶね。待って待って待って。ここを殴れ、ここを君たち。そうだ、そこを殴れ、そこを。やんないかな、彼らと。やり合ったりしてくんねえかな。起こしてみた。あれ起きねえぞ。起きた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 。ダメか。喧嘩しないのか。いて。そうか。とりあえず敵を減らす。あ、でもワンチャン、こっから。そうだね、これはチキンに戦いたいところだね。このこ、ナイスだ、ビオル。おー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 、抜けてきたぞ。そんなのあり。おー、硬い硬いなぁ。バクスタ取れるのか。
こいつは。なさそうだけどな、そんなの。あ、でもこれ落としたらやばいんですよね、多分。あ、取れなくなるかな。取れなくなるんですかね、やっぱり。気をつけて。おお、あれは多分ワンパンだ。おお、やばい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 。第三勢力。喧嘩しろ喧嘩しろ喧嘩しろ。あぶれ。喧嘩しないから、喧嘩しない。喧嘩しないか、やつら。じゃあ倒す。あぶれ。あぶれ。はあ、落ちる落ちるなよ、夜。こっち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 。よし。おお、すげえ。せい。せい。せい。よしよし。はあ、抜けてきた。それなしだよ。どう考えてもそこ抜けれないでしょ、あなた。君の頭じゃ無理だろう。はあ、抜けてくる。ああ、抜ける。すごいすごい。やばいやばい。ああ、やばいやばい。下がる、落ち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 る。おう、おう、ソバットが。やばい、よし。せいや。あー、外した。せいや。よいしょ、おじ、もうちょい。おじ、やってください。やっ、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。くっ、あー、外し。やったな。投げナイフ使い切っちゃった。エストなくなった。エストのかけらゲット。あー、よかった。よし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 。順調だ。順調ですね。ああ、順調だ。何の滞りもなく。うん。問題ない、問題ない。問題なし。あ、また寝てる。行こう。さて、あとは何か取るものはあったかな？翔さん。ここの先ってなんかいろいろアイテムあった気がするけど、なんかいいものあったっけかな。奥もミス、あれですかね、ミミックがいますかね。ミミック確かいたね。よし、後ろ後ろ。おっ、ここここここ。よし、おばあか、やべ、まずい、まずい、くっ、あ、やばい、やばい、ちょっと待て、回復。ちょ、はあ、ナイスだ。ああ。ふぅ。よし。で、その先まっすぐにある宝箱は大事だっていうコメントをいただいてるので、取りに行った方が良さそうだね。ほうほう。しかし、確か、カエルとか降ってきたりするよね。降ってきますね、確かに。何があるんだ、奥。まあ、取りに行かねばならんだろう。何かいいものがあるって言ってるからな。カエルはどのタイミングで落ちてくるんだ。来たか。奥まで行ったら出ますかね。なんかケロケロケロって声聞こえましたけど、あれ違うかな。来てはいないか。まだ来てはいないか。はっ、え、なんかびっくりした。え、今、え、今ちょっと今何かが今ちょっと起きたよね、あいつ。なんか何か見えましたね。今なんか一瞬見えたよね。怖っ。これどっちもではないのかな。ちょっとこれ殴ってみてもらっていいですか。これうん、なんか鎖の形でわかるとかいう噂を聞きましたけど、大丈夫かな。本当？まあ、微妙に違いません。ちょっと殴ってみてもらっていいですか。こっちこっち。うん、せい。あ、そっちは違うんだ。やっぱり1個だけか。あ、鍵手に入れた。この鍵が重要なのか。であればこっちは開ける必要ないのでは。あー、とかよく見たらパクパクしてる、ホタテみたいになってる。これが何のアイテムなのかっていうのが知りたいところだな。調査だ。ちょっと調べます指輪。指輪だそうです。闇の騎士の、待て、ちょっと待て、ビオル、後ろ、気をつけて。逃げるぞ、逃げるぞ、一旦逃げ、引け、引くんだ。よし。やべやべやべ、呪われる、呪われる、石化する。びっくりした。指輪。指輪でしたね。諦めよう。いらん。いらん。
うわっ、あーやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、タンマ、タマ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 タ、痛い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 、回復がない、もう回復がない。え、そしてネズミが一体異次元に落ちていった。おお、一体異次元に、異次元に、あーちょっと、ね、ネズミが一番強い、ネズミが一番強いぞ。危ない、くそ、よし、一発一発一発、あと一発、あと一発だ、やば、よし、ナイサ、よしよしよし、回復、回復する指輪、回復する指輪、何、あ、クソ団子はもう拾えないですって、しょうがない、よしよしよし。ところでかがり火はどこにあるんだ。Yeah.